ール説明、ステージが始まると英語禁止。英語を言うと塔の最初から。英語禁止が開始すると右上に、英語禁止中。という文字が表示されます。英語禁止はゲージに乗って移動した瞬間から始まります。ステージ以外は英語禁止ではないです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。生声です。おーい。え？こうやって始まんの？おーい、おーい、起きろ8。よかった。名前がエイトじゃなくて。自分のことを思い出せるか？思い出します。もちろん。怪我はなさそうだな。はい、そうだよ。来た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 ！よかった。このまま目を覚まさなかったらどうしようかと思ったぞ。なんだよ、あたしの顔じろじろ見たりして。姫ちゃん？そっか、この姿でわかんねえよな。私は姫。お前のダッチの姫だ。ほう。本当に姫なんだっての。かわいい。なんか気づいたらこんなちっこい体になってさ。一緒にいたはずの飯田もいなくなっちまってたんだ。ハチ、もしかして飯田のこともわかんないのか？まあ、目覚めたばっかだし、頭混乱してても無理ねえか。え、すごい！どっちも可愛いな。左がいつもの私だろ。で、右がいいだな。こういうとこそ、飯田がいてくれたら頼りになんのにな。よし、鳥間一緒に飯田探しに行こうぜ。ほう、来た来た来た。じゃ、出発！始まりました。おお、すげえ！あ、こんな感じなんだ。飯田を、ザザ、先輩。飯田、そこにいるのか。切って、これ、助けて落ちじゃない？ちょっとそっち行くからな。行くぞ、ハチ。飯田は、塔の上だ。なにこれ、気持ち悪い！動き硬っ。なんかやばそうだ。こいつを使え。姫ちゃん、かわいいな。来た！両手拳銃。いて。なるほどね。まだ出てくるぞ。あるみたい。これ、英語言いて！ナポレオンフィッシュって言いて！え、なにこいつ。さっきの魚仲間か？やっちまえ、ハチ。ほう。へい、僕は、こいつ絶対やばい。こいつ物語の中で一番の敵かもしれん。多分だけど、こいつ、DJ だろ。ってことは字幕に英語が入ってくるってことなのよ。怖え。君たちと同じで巻き込まれたかってわけ。君たちも飯田の声を聞いてここに来たんだろ。お前飯田のこと知ってんのか？同じタコ族だから。僕は水田。飯田とは昔の知り合いってことかな。マジかよ。そんなら早く言ってくれよな。私は姫でこっちはハチだ。よろしくな、水田。って言った。ヘイ、姫、このカラーチップを君が持ってるパレットにセットしても英語すぎ、英語すぎ。パレット、なんだそりゃ。これステージ始まったらえぐいぞ。もしかしてこれか？すごっ！何それ？この怪我じゃ僕は武器を使えない。戦うのは君らに任せるよ。ありがとうな、水田。よし、飯田を探しに行くぞ、ハチ。来た。始まりの場所。うわ、すげえ！今回のお題は、やばすぎ、英語すぎ、英語すぎ。そうそう、さっき、絵の具を乗せるやつに置いてもらったのは、全部英語。本題攻撃損傷。ここから英語言ったら俺、最初からになっちゃうところでしょ。おー、すげえ！こんな感じなんだ。姫が、ついててくれるんだ。なんていいやつなんだ。うい！おー！まずは、乗って、自分が言った英語に気づけない可能性あるからな。それが恐ろしいんだよな。ここで降りる。見つかわさないといけないのか。よしよしよし。インクライン、インクライン、インクライン。あ、インク。やばい。そっか、インクダメか。え、これ、最初からやんの、あー、やばい、これ。あ、なるほどね。やっべえ。これ、やばい。まあ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 。なるほどね、なるほどね、なるほどね、なるほど。ラッキーゴム、幸運爆弾。一番上に行っても、一番上の一個手前に行っても、英語言ったら1に戻るんでしょ？やだ、やだ、そんなのやだ、そんなのやだ。無理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 。ちょっと緊張感が増してきてるな。難しいとか激ムズとか、ある程度の実力があれば大丈夫。OK、ありがとう。OK！ まずいかも。これ、進まないかも。今回進まないかもね。それな。いや、日常的にやっぱ英語を禁止していこう。ボーよし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 。
場所を守れ。オッケー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 。ちょっとオッケーはオッケーにしない。よしよしよし。オッケーは英語、オッケーは英語、オッケーは英語。いい。あ、飛んでくるんだ。残り35数字。いい、よしよし。これはさすがに成功でしょう。ありがとうございます。まあ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 、まあ、ゆっくりよゆっくりね。旋風櫓。とりあえず進めればいいってこと？ああ、はいはいはい、そういうことか。おお、すげえ面白いな。のう、回転させて、成功。よしよし、よし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 、とりあえずあそこまで成功させよう。なるほど、二つ場所があるのか。二つとも塗って守る必要がありそうだな。機械用の円盤部品があるね。マイナス252度みたいだ。マイナス？最悪だ。俺さ、ケルビンのターン。よし、よし、よし。余計なおしゃべりは禁止。何それ？よし。あの弾を目標まで運べば成功みたいだよ。あ、これを爆破させれば飛ぶんじゃない？いや、追い詰める場所。反射する抜け殻の場所。いや、普通だろ、どう考えても。あの、骨炎。待って、スケルトーンだからって、骨炎でわけではないか。逃げる敵を倒せ。はよっ！わはは、ぶっ飛んだ。終わりだ。わははほー！ま、俺からしたら、おめえら全員子供だけどな。幸運連続。敵を倒した後、一定時間内に次の敵を倒した幸運連続になるんだ。幸運連続が多くなるほど、敵が道具や、幸運爆弾を落としやすくなるよ。次から次に敵を倒しまくればいいってことか。心してかかれ。何これ。ういで、うっせぇ。操作部屋、操作部屋。絶対に英語言うな、やろ。絶対に社長だ。え？飯田？飯田、おい、聞こえねえのか。畜生、変な機械に捕まっちまってる。カタカナなのずるいって。やばい、飯田ちゃんか。人形ちゃんを確認、彼女に了解します。待ってろ、今助けてやるからな。やるぞ、ハチ。絶対英語を言うな、ハチ。始まりだ。間違えて英語言うんだろ。余裕だぜ。危ない。おぼぼぼ、これを爆発させて、これ爆発させていけばいい感じなのかな。おおおおお、地面をしっかり塗っておけば相手の進行も痛い。当て続けろ。いて、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 なに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 、やばい、もう、なんか、英語とかで言ってる場合じゃない。ちょっと難しいかも、これ。情報量かな。周りをしっかり、塗って、周りしっかり塗って、回りながら敵を倒していけば、すごい。回れ、回れ。英語じゃん、この歌の歌詞。うわ、うぃー、成功。よっしゃ、黒塗料気をつけろ。了解。やったー。ハチさん先輩、え、俺いいでしょ。ほんまはこれから、いや、そんなわけ、もういいでしょ、終わりでしょ。うわー、なんだてめえ。私は王だ。秩序を求めるアーマーターの心から、完全な子になった今、もはや撃つよ。全てを記憶へ。うわ、いけない、塔が暴走しています。おお、なに、なにそれ。でもこれで終わり。え、まあ、こっから、
スプラトゥーン3。橋注文。ん？スプラトゥーン3って言っちゃった今。いやでもステージじゃないからね。そうステージじゃないから。こっちか。え待って。え注射落としてる？ありがとう。え可愛よ。姫可愛すぎる。やばい。よかった。気がついたみたいで先輩。いつの間にか人に戻ってない。橋さん助けていただいて本当にありがとうございました。私が元の姿で戻ってびっくりしたか。飯田がちょいちょいっとしたらこの通りだぜ。すいません、先輩がドローンの姿になっていたのもこのときめき地図の世界の大冒険が原因で、ときめきボムラッシュみたいだね。ときめき？ごめんなさい、ちゃんと説明しますね。ここは私が作ったネリバース、いわゆる仮想現実の世界です。仮想現実っておいおい、ここは本物の世界じゃなかったってことか。はい、私たちはこの世界にネリバースに精神だけが飛ばされている状態です。さっきのモヤモヤ、オーダーは私を支配してネリバースを暴走させ、たくさんの人の精神をネリバースに無理やり取り込んだんです。ほう、そこに僕も巻き込まれたってわけか。水田、ごめんね、あなたまで取り込まれるなんて。とにかく今はこの状況をなんとかすることを考えよう。そうね、どうにかしてオーダーを止めなくちゃ。オーダーの目的は色のない秩序の世界、誰一人の意思を持たずに同じことを繰り返し続ける。すごい、血統脳みそだけの生物もいるんだ。気持ち悪いね。そんな永遠に変わらない世界をネリバースで実現することなんです。なんだそりゃ、つかネリバースは現実じゃねえんだろ。ネリバースがその秩序の世界になったとして、私らの現実の私らには関係ないんじゃね。確かに。それがオーダー取り込んだ人から意思を奪うためにノンカラ処理というものを行っていまして、ノンカラって英語じゃないでしょ。てかネリバースでそのノンカラ処理とやらをされると現実の自分もただじゃ済まないということか。扇風機消す。かわいいね、服装かわいいね、わかる。え、ノンカラ処理をされてしまった人は現実でも少しずつ記録を失ってしまうでしょう。あ、なるほどね。オーダーはこれからもたくさんの人の精神をネリバースに取り込み続けるつもりです。このままではいずれ世界中の人が気力を失って現実世界でまで、大変なことになってしまうかもしれません。やべえじゃないか、なんとしてもオーダー止めるぞ。すいません、全部私のせいで。へっ、飯田がネリバースを作ったのは大事な理由があったからなんだろ。それに悪用しやがって、オーダーのやつ許せん。ええ、かわよ。あたしらでぶっ飛ばしてやろうぜ。だって姫、俺さ、俺スプラトゥーンの中で言ったら一番姫ちゃんが好きなんだけど。よし、こっから先もあたしがバッチリサポートしてるから安心しろよな、ハチ。んじゃあ行くか。なるほどね、こっから始まったってわけだ。いや待って、姫、この可愛さで味噌汁ってま？待って、一番いいじゃん！調べてみて分かったのですが、どうやらオーダーは、この塔の難易度を、ものすごく上げてしまったみたいなんです。なんだそりゃ、難易度が上がるとどうなるんだ？見ての通り、塔がより高くまがまがしい感じになってしまいました。それだけでなく、ライフが減って1回のミスで塔の外に追い出されるようになっていたり、ハチさんの受けるダメージが大きくなっていたりするようです。グエケ、ん？待てよ、1回のミスで塔の下に追い出される。だから1回英語言うと塔の外まで追い出されるってこと？中間地点とかはなく。皆さん、先に言っておきます、いつ失踪してもおかしくないです、これ。ただ私もネリバースの開発者として指を変えて見ているつもりはありません。塔の外からならシステムのハッキングできそうなので、プログラムを書き換えて難易度を下げてみます。マジでお願いします、お願いします、お願いします、頼みます、難易度下げてください、全部普通とかにして。ただしハッキングにはあ、これがさっき言ってた真珠、真珠というものが必要です。もう真珠を持っているはずですよ。本当に？本当だ、50個持ってんじゃん。
塔から出た時に生成されたものです。塔から出ると中で手に入れたカラーチップとネリコインが自動で真珠に変換されるようになっているんです。塔の中で頑張った分だけ、外に出た時に真珠がもらえるんだな。すごい。あ、俺トゥティの方が好きなんだよな。あ、ごめん、寿司姫様行きましょう。